セクサマー始まりました。なえちゃんでございます。今回許さいませんね。はい、今ちょっとね、とある企画中で、また別の企画ですね。で、メインとは別の部屋に今いるんですけど、今日はゲロさんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。いつも本当に最近仕掛けられてばっかりもっとヒラヒラしてたんで、ドッキリ仕掛けたいなと。はい、その内容なんですけど、寝起き5秒でカレーうどんを食べるって。だけど寝起き1秒でシャンティ歌えるのか。まあでもね、彼もかなりプロですから、まあ歌えるでしょうね。まあ歌えると思うんですけど、こういうドッキリをね仕掛けさせていただきたいと思います。一旦じゃあこの企画を終えて、次の企画にしれっと入りたいと思います。それでは行ってみよう。ニクチャボー、せーの、ニクチャボそして、めちゃんでーす。お願いします。今日なんだ。いや、もうわかるじゃないですか。いや、もうわかるけど。何、もう着替えのところとかも全部カットなのね、最近。もういいかなと。あと、なんでその刑務所パジャマに戻ってそれはもうなんか空腹ですか、なんか。いや、なんか前、可愛いパジャマ揃えてくれたじゃん。可愛いっつうか、なぜか俺だけ真っ黒網網セーターだったなんかちょっと可愛めのやつになったじゃない。いや、そうっすけど。なんでまたこの、もうなんかわがままだね。いや、だからなんかちゃんとしてくれたらいいのよ。俺だってモテたいんだって。その刑務所スタイルじゃモテない、ね、刑務所スタイルモテないですね。あの黒も可愛いけど、あれも確かに可愛いんだけど、もっと可愛いの出せよって。バカ野郎っていう話です。バカ野郎ってなんだよ。今日は何ですか。今日は寝起き5秒カレーうどん来たー。はい、ほら、どんどんうどんうどん。そういうこと。ララメバネバ糸をね、どん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 。そんなビブラップ深いかな。やってみてください。ララメバネバ糸をね、取り唇に。はい、深いっすよ、マジで。車で走ってたらもう事故っちゃうんだよ。そんなことないやん。なんで俺歌いながら俺運転してお前事故らな。ビブラートの谷を。お前もおじさん臭いな。さすがに。マジですか ?28 とはいい。いやいやいや、俺、結構売れてますよ。いや。まあまあ、そんな自分で言う自分で言う違う、今日はカレーうどんでしょ、はい、いや。カレーうどんはどれぐらい食べなかったの。それ2つずつ用意してるんで。はい、え、それ全部全部。やっぱ大食いしてもらわないと。やっぱ5秒、寝起き5秒で一回寝る工程挟んで、シーチキンおにぎり1個に変えよう。わら食べる。わらやる。いや、ダメシーチキンおにぎり1個やる。ほら、他はやらん。カレーうどんはやらん。シーチキンうどんはやる。何、シーチキンうどんって言った今。やばい、シーチキンうどん。もう眠たい。もう今日もう夜遅いね。もう本当に普通の夜だ。押して押してな今日な、うん、サクッ食べてさ、はい、いや、ね、うまいやろうけどな。え、ココイチ監修やん、加藤吉やん、すごいやん。すっごいじゃん、すっごいじゃん。ちょっとやる気出てくる、ね、好きっすかね、加藤吉の冷凍うどん見つけたけど。めちゃくちゃ加藤吉や、加藤吉やめっちゃ好き、はい、一番うまい。なんか冷凍のがうどんってうまくできる。うまいしな、なんか不思議。じゃあ頑張ってください。一旦寝てください。 MC やるってもう名司会で回したるから。いい、そうじゃないです。本当、寝起きのそのうっていうのがみたいな。やるか、じゃあ、はい、いや、まだもう一日寝なかった。はい、寝てください。いや、もう普通に来ればええやん。いや寝るっていうシステム。今日は40分寝てください。なんでそんなに。40分間寝たらしっかり始まります。ガチで長いなと思ってた、はい、寝始めてからじゃないですか、眠りについてから40分。なんかの K なのこれは。ずっと言うてるけど。いやあるで、どっか探したら世界中にこういう K。 カトキチ、いや分からへんけど、なんか
これに着替えて寝て食えっていうような変態富豪がさそんなんないよ。変態の富豪がなんか若い美女にやらせそうや、ね、いやいやいいな、でもそれはそれで見たいな。やるか、はい、じゃあいいですか。これはだ、俺は寝てる間に作るんや。チンして作って持ってきて。分かった。目覚ましかかったら5秒以内にもう。ああもうチンしてたら絶対起きると思うけどな。よし寝よう。寝れますって。そうやな、うん、また真っ暗なのが虚しいねんな。え、真っ暗になるのが虚しいねん。なんかなんですか。なんも分からへん。パチッ、じゃあショートします。パチッし夜行バスみたいにですね。なんか切ないね。なんか行きますよ。早いな。行きますよ。あー今日マジ疲れた。マジで寝れる。マジで寝れる。マジで寝れる。普通に力抜いたら寝ちゃうな。これ、ね、寝つくまでが若干暇やな。どうした。虚しいのよこれが。これがなんか嫌なのよ。寝るって気持ちいいことじゃない、うん、なんでこれ仕事で寝なきゃいけないの。それがなんか虚しいんだよな。いや寝ろって言われて寝るのが一番苦痛だもんね。なんかそれが刑務所だって。確かに。そうなのよ。確かにね、服役中ですからね。キューって言われたよ。ハンダコテ使ったことあります。刑務所やん。分からへんけどな、そういうのあるんか。刑務作業ちゃうそれ。もう寝るの。いや、なんかほんと眠い感じです。寝るか。ヒロさん、クジラの、クジラの口の周りについてるワシワシしたもの、わかります？ワシワシ、あの口の歯みたいなとこにあるところ。へえ。あれなんだと思います？ヒゲ。ま、泣いてんの？どうしたの？急に黙って。何？あれ実は海水を吸うじゃないですか。海水吸うな。そのままクジラが海水をそのブラシを通して吐き出すんですよ。するとプランクトンだけが残る仕組みになってるんですね。めちゃくちゃためになるやん。マジ？ろ過みたいな。そうそうそう。あれ知ってる？なんすか？カンガルーの尻尾って何のためにあるか知ってる？いやー、それなんかね、進化する過程なんか昔あったからたたついちゃってるだけじゃない？違う。あれ足の役割じゃしてんねん、あれ。またうまいね、あれ。喧嘩するとき尻尾で支えてキックするために。え、マジですか？あいつら足でしか喧嘩せんから、はい、でも両足でドロップキックみたいになったら倒れるやんか、はいはい、だから尻尾で支えてキックしてるためになる。寝ない寝ないんだ。ないやねん。もうねつけないでよ。いやいや、もうしょうもない話だ。なんなんな。寝てって言ってんすか。なんやねお前。もういいよ。カエルがなんでここあるか知ってる？ずっとそんな話いっぱい持ってんだ。俺あと薄いよな。クジラに比べて。ちょっとね、寝てください。マジで。マジでそうや。まあ消して消して眩しい。消しますよ。消してみて。いやもうこれが嫌やねん。モニターにも映ってるけどもう嫌やねん。真っ暗なんかもストレスやわ。寝てくださいね。はい。寝るよ。はい。カップラーメンって、うん、お湯じゃなくて水でもできるの知ってました？マジ？できへんやろ。あったか、あったかいのでふやける時間。いや、水でも何倍も時間置けばちゃんとふやけるんですよ。あ、お湯は3分やけど。そうそうそう。6分とか10分とか。そう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 。だから災害時にとても役立つんで、皆さん覚えておいてください。マジ？はい。キュウリってさ。もう薄いんだよ。キュウリって。ちょっと気になるし。キュウリって体温がちょっと下がるって知ってる？
下げてくれるよな、キュウリな。うん、涼しく感じるけど。涼しく感じるんだよね。夏場だからみんな食べるね、キュウリ。対抗しなくていいぞ。俺も食べ物あるある言いたいやんけ。なんで止めんねん、お前。これほんまにもう、目つぶれるぐらい当たるねん、これ。ね、ギロさんに向いてるからね。すごいのよ。寝ればいいですから、喋れ。ね、もう本当に寝ます。喋ってから寝れない。せーので切るよ。せーの。俺マジで嫌よ。見た今モニターで。見ました。やめてください。死ぬ時ってこんな感じなんだ。この世の終わり。そんなことないです。映像残しやがる。寝るよ。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。肉ちゃま。はい、立って。はい。はい。力になるぜ。歌って。力だよ。はい、来るよ。うどんは、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 ヘイ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 、うどんはこっちについてる。うどんは、おう、うどん、こっちについてきな。こっちについてきな。こっちいっちゃ。うどん、ここからほらかっこいいとこあるから、この後うどんは来るよ。こっちについてきな。やがれた酒場が剥がれた女、しゃがれた看板が、あ、なかなか。止めてください。はい、うどんは、で、なんで？もう全然プロじゃないよ。うどんは？うどんも食え。じゃあもう。違う。うどんがめちゃくちゃ食いたい人みたいになるから。別にうどんはそこまで食いたいんじゃないわけ。今はね、企画で、はい、うどんを食べるって企画だったよ。いいえ。いや、そうだったよ。いやいやいや、たくみどうなってる。いや、もうめいちゃんが正しい。お前もグルか。気づいた。本日は寝起き一秒でシャンティ歌えるのかドッキリおい。どっちを向いてんだ。バラセイバラセイバラセイよ。お前、ポカロピーさんに怒られる。うどん食うと思ってて、めちゃくちゃ頑張ってたの。しっかり寝てたよね。よしよし、じゃあもう戦争だな。いや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 、お前、寝起き1秒メビウスで、お前待ってる。めちゃくちゃむずいぞ。寝起き1秒メビウス、めちゃくちゃむずい。やっぱりこういうとこ浮き彫りになっちゃうんだって。あとなんか爆発したかっていうか、音でかくなかった。びっくわってなった。あーね、その寝てる間だから突然。びっくりした今。ちょっとでも大きい音聞くとね。ドキドキしてるわ今。うどんは食べないの？食べないです。これは？これは食べないです。持って帰っていい？ダメです。全部否定や。なんなんここ。え、じゃあ、はい、今日これも食べない？食べない。え、終わり？終わりました。終わり。はい、終わったの今日これもう終わり。これでおっさんや。おっさんじゃないのこれ、ただの。おはようございます。朝4時のなんか大体なんでこんなもんですよ。いやー、ゲロさんに憧れて歌やってるしいいと思うんだけどな。そういう人たち向けてなんかないですか、コメントは。真似しない方がいい。
大事なんかやらないほうがいい。やだろお前、寝起きお前1秒でお前おうこっちなんでねーとか言ってなんかシャンって歌ってくれって言われて、はい、うん、やだろみんな。いや俺嬉しいと思いますけど。あの本当にもうびっくりするぐらいの音量やし、びっくりするぐらいの光量、眩しいね。うんバーン。これちょっと食べたかったなぁ。 うまそうっすよこれね。食べて。ダメっす。なんだマジで。じゃあもうシャンティ歌ってでよかったじゃん。せーのでシャンティ歌ってください。寝て起きて歌えるのか。でも動画撮れたんで帰ってください。お知らせでございます。肉チョムランマのライブグッズ事後通販が受け付け中でございますよ。新しくね、ロンティの黒バージョンだったりとか、肉チョムピンズセット、激辛ね、ブロマイド、これもたくさん出ております。はい、選択して買えるんでよかったらいっぱいたくさん買ってください。イエーイ。これいつまでですかめいちゃん。11月30日の23時59分までだよ。それ以降は二度と買えないよ。二度とだよ。転売はやめてね。やめてね。見てるからね。怖い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 。よろしく頼むぜ。